皆さんこんばんは毎週火曜日この時間はももゆい最近忘れっぽいももゆいです <laughs> <laughs> 物忘れひどい,い何忘れっぽいって言ったら、はい、<laughs> オープニングトーク何言うか忘れたっていうのがそこにつながってくるっていうのはいい感じですね <laughs> あいい感じでした今の採用ですかもう採用されてますけどねまあ採用されてるっていうか、まあ、オープニングはね、はい、オープニングは えー、YouTube の方にもね YouTube の方にもあれですけれども、はい、そうですねまあ、ここの一週間いかがなさいましたかああ、僕の入ってなかったですか、はい、入ってなかったですねあらそうなんですかあらあら,らあらはい、というわけで、はいえー、ケンジでございますどうぞよろしくお願いします<ー>そんなもむゆさん、今週一週間今週一週間何してました今週何してたかななんかで、ね、バタバタしてましたほ <laughs> あの、相変わらずですね、はい バタバタはいつも通りじゃないんですかそうですね、うん、とね、あの創、ー、刊号でお世話になった写真雑誌のお手伝いを最近やってるんですけどそれの取材とかでちょっとあいいですねいろんなお話聞きましたねじゃあ出たりとかするんですかまた 出演はどうですかね。でもクレジットにはのりますスタッフとしてまあでもねそんなもんなんですよグラビアやってたりとかする人がどんどん大人になっていくとどん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 裏方になったりとかねそうですねそういうこともあからスタッフさんやってみたりとかね僕今もぞ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 やっておりますがケンさんは1週間どうでしたか僕でですすか。か今今日日鳥取ら帰ってきましね。 嵐とともに、鳥取から西を。嵐を連れてきたんですか、これ。僕じゃないですよ。わあ。いや、でも、東京に着いた時には、もう、からっからだったんで、僕じゃないです。ああ。でも、あと鳥取には、あの、嵐はないです、砂しかなかったです。砂嵐ですか。もう、いや、右を向いても砂しかないですし。右向いたら砂、左向いたら砂場、正面向いたら砂丘、そんな感じですから、鳥取は。ちなみに、上を向くと。上は空です。 砂と空しかない鳥取から帰ってきたけんじゅさんといや砂がないわけじゃないんだけどさ <laughs>、ね、残り10秒じゃ何も言えないって話ですよ砂まみれで<ー>鳥取 <laughs> この後もねお付き合いください <laughs> 雑雑 <laughs>